サンキュー。どうも、始まりました、キコーナチャンネル。今日は何をするんでしょうか。はい、ということで、私、はい、ジャッジマンのアツラクでございます。お願いします。よろしくお願いします。今日もですね、パチンコ台を打って、キコーナの方々と、そうですね、またのミッションチャレンジしていただきたい。いや、見せ場をね、見せますよ、はい、今日も。そうですね、はい、今日は誰と、はい、ということで今日もゲストの方を、ゲスト来てる、はい、呼んでおります。うわ、誰、どうぞ。うわ、いつものもうゲストって言わないでくださいもう。はい、はい、高橋親分でございます、はい、よろしくお願いします。ツイッターこっちです。あ、ツイッターのアカウントね、はい、はい、フォローしてください。はい、ね、はい、お願いします。これって終わったんじゃないですか、この番組。いや、僕は自力で、ね、ね、続けさせましたから。そうですね、私の中では終わったっていう。終わったのに来てるじゃないですか。一シャーシャーと、はい、お願いします。と、はい、いうことで今日はね、もう対決しちゃおうと。まあまあまあね、勝負しましょうよ、ね、いつも通りね、はい、まあ、前回、はい、なんかエビナーで、あ、そうですね、はい、はい、女の子、ね、はい、そうです、楽しかったっすわ、ね、今日もね、はい、お、呼んでますよ。いるんですか、うちのね。嬉しい、あ、ちょ、分かってますね。なるほど、はい、ありがとうございます。ということで、じゃあ登場してもらいましょうか。はい、お願いします。お願いします。お願いします。ピチピチです。いや、ジジイじゃん。サンキューじゃないのよ。サンキュー。おかしいわ。これね、ピチピチでしょ、これめちゃめちゃ今日半分以上メガネかけてんだから。おかしいでしょ、これ。なんですか、これの今日多いな。そうなんですよ、今日はね、新しい方も結構、今日はね、はい、相撲の対決をね、やってもらおうかな。すごいけどね、負けそうだわ。関係ないパチンコ。勝ち抜き戦でね。これ自己紹介ちょっとしてくださいよ。ね、はい、はい、あ、はい、よろしいですか。はい、じゃあ、この収録場所の伊勢崎店の店長の健鈴木です。はい、健鈴木店長。じゃあ、何回かね、そうですね、さんは、そして、はい、役場に大店店長のあんちゃんです。あんちゃん、はい、声高えな、あんちゃん。はい。あ、なんか引きありそうな感じしますよ、でも。そうですね、はい。そして、はい、溝の支店のコレステロールです。コレステロールさん、コレステロールで、たっぷりですね。そして、あ、大船店の M 淵です。よろしくお願いします。はい、お願いします。面白くない。面白い、面白くないとかじゃないんですから。はいはい、今日はね、勝負ですから。店長4人と、はい、マネージャーと、はい、1対5、1対5かよ、また。はい、いうことで、今日打ってもらう棋士はですね、はい、パチンコウルトラマン太郎2でございます。最新台、新しい台、はい、これは嬉しい、はい、言って、はい、ね、5対1だとちょっとね、小川さんね、ちょっと厳しいかなと思いましたので、今日はキコーナチーム、はい、5人で3万9000発、はい、いや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 、いつもがいつも俺がやってんだ、俺一人で3万9000発って言われてんだよ、俺。このチームが3万9000発。何を言って。はい、ね、それで尾形さんは一人で7800発。おお、これは分がある。もう本当に堂々の勝負。大チャンスよ、大チャンスです。いや、北斗神拳はね、1対1の戦いしないんですよ。いやいや、5対1。いや、でも嬉しいわ、俺チャンスあるわ、チャンスあるんですよ。はい、いうことでね、はい、負けたチームには最後罰ゲームやってもらう予定になっておりますので、今日は頑張ってね、勝利を目指して頑張っていただきたいと思います。はい、はい、それでは実戦の方に移っていきましょうか。おっしゃ、頑張るぞ、サンキュー、サンキュー。はい、それでは実戦スタート。おっしゃー、よいしょー、チャンスあるよ、はい、今回は。そうですね、ということで、まずは、台のスペック紹介からしていきたいと思います。パチンコウルトラマン太郎2、大当たり確率 319.9 分の1、ウルトラバトルチャンス突入率約 50% となっております。最初のね、ウルトラバトルチャンス6回転の時短なんですけれども、そこで、9分の1を当てることができれば、継続率 81% いきますんでね、頑張って当てていただければと思います。お、はい、尾形さんはこの太郎はもう打ったんですか。打ちました。あ、打った、はい。どうでした。 U タイムの6回前に当たって、はいはい、でも確変入って、おで1万発ぐらいで、ね、わ、いや、すごいですね、はい、面白かったです、やっぱり、はい、演出派手だし、そうですね、うん、U タイムがね、搭載されておりまして、そうなんですよね、通常時950回転はまると、その後999回転の、時短に入りますので、まあ、ほぼほぼ、当たると、U タイムの天井、ね、ね、までいけばと。でも今回は俺チャンスだわ。そうですね、いつも絶対無理なやつやってるから。そうです、そうです、そうそうそう、
今回はありえるもんな、はい、全然。ここはちょっと私らの優しさがね。あ、M 口店長に、お、ちょっと、ここ緑保留来ましたね。はい。お、SOS ゾーン、はい、SOS ゾーン結構熱いでしょ、はい、一応信頼度は 45% ぐらい SOS ゾーンあるんですね、はい、おー、なんか激しいな、なんだこれ、ありそうですよ、カスタマイズしますよね、エアバイブは入れておきました、エアバイブ、え、ピーグラッシュ、はい、エアバイブ当たった、あ、まだエアバイブは来てないです、モードは入れてます、いや、あ、モード、ね、今何、保留何色ですか、これ今緑ですね、緑でも保留チャンスモードも入ってるな、色保留、色、あ、色保留チャンスモード入ってる、これは熱いよ、いや、なんか電気、わ、すごいぞ、熱そうですね、いや、熱そう、エース、いきなり、いいよいいよ、エースですね、エースか、あるよあるよ、エース熱いっすか、エースって共闘ですね、はい、お、ウルトラインパクト、おちょっと、 あるぞ、あるよあるよ、やばいな、え、ダメですね、ダメ、65% まで上げといてダメでしたね、 65% だった今、はい、はい、めちゃめちゃかまってたね、まあ、まだ序盤ですから、はい、皆さんカスタマイズしてるのか、してますね、俺はなしで、あ、なしだからいっぱいちょっと演出見たいんで、そうですね、ケン・スズキオダイもデフォルトです、はい、お、あんちゃんは、まあ、全部カスタマイズ全マシ、お、なんだこれ、お、あ、なんかめっちゃ震えてるね、あ、震えてるよこれ、 SOS ゾーン入った、あ、はい、マジか、これあるぞ、ありますよ、小川さん、いや、これあるぞ、もう違い見してやるわM 口さんの違いがここで、もう一度行くっしょ、もう一度生地で行くっしょ、行かない、行くよね、押し切った、行けました、生地さあ、あ、保留変化も赤まで行けば 50% ですね、これ SOS ゾーン自体って何パーぐらいですか、45%、 45% だ、はい、終わって、それだけで 45%? はい、うわーい、あ、ケンスズキ、いいぞいいぞ、ケンスズキも集め入りましたよ、え、集め、集め、うわー、変身、変身チャージ、どう、リーチが弱いな、うわー、なんか、なんだこれ、どこまで溜まるかですね、はい、1パー、9パー18パー26、27、40、43、44、45、46、このウルトラインパクトゾロ目とかだと70、70%外すの、はい、そうなんです、あのウルトラインパクトの数字がゾロ目とか 78% だと大当たり濃厚みたいなね、 M78 の、ということですね、はい、剣続きは、いや、あ、行かない、どうどう、行かない、行かない、それ熱かったの、まあまあ熱かったと思いますよ、はい、相当入りましたね、うわー、70まで上がってダメか、前回伊勢崎店で収録した時って、はいはいはい、岡田さんも高橋親分も全然ダメだったんですよ、アイドルマスター、そうでしたっけ、アイドルマスター、そうアイドルマスター全然、ね、全然ダメだったんで、はい、アイドルはね、難しかったね、まあ、ね、あれはちょっとまあ天を抜いてました、ね、でも、まあ、プライベートで俺、はい、アイドルマスター、はい、V ストック4つ貯めて、おーすごい、1駅2万5000発おーでですごいっすね、プライベートでやっぱ本気出したいってことで、はい、私もですよ、そうですよねここはやっぱ気持ちそこまで入んねえんだよな、やっぱどうしても申し訳ねえけど仕事仕事、みんなカスタマイズしてるから結構派手な演出だったら熱いんですよ、やったよ、いや、これ熱いんじゃないですか、6、7、いや、これ熱いっしょ、これでも保留が変わんないですね、うわ、インパクト、うわ、赤来たね、50%来ましたよ、 50% 取れなきゃもうダメですよ男として
変なプレッシャーかけてきますね。いやちょっと弱そうな。うわあ、リーチ弱いな。リーチが弱い。いや、保留も変わってないでしょ。変わってないです。ダメ。これはちょっときついね。これはダメだな。あーダメ。いや、みんな外すな、ね、結構な。前振りがなかったんで結構厚いリーチみんな外してる。ちなみに、まあ、導入されてまだそんなに時間は経ってない機種だと思うんですけども、はい、ホールでの実際のウルトラマンタロウの人気っていうのはどうなんですか。どうなんですか、皆さん。あ、人気ある、はい、ですよね。まあ、ゴールデンウィークが、ね、近いということで ね、 そうですね、やっぱりそのぐらいの時期に、ね、皆さん打たれるんじゃないかなと。いや、これ人気出ると思うわ、うん、やっぱり右打ち、あの、格煙に入った時の継続率 81% で、はい、1500発の出玉がね、うん、絶対取れるっていうのが。なんだこれ、レッドゾーン、はい、レッドゾーンじゃないこれ。これ熱いんじゃないの、ちょっと。これ赤だよ、まだ赤いっぱい来てるよこれ、うん、あー、青保留か。いや、青が赤。おー、赤来た。赤保留。マジかよ。いいですね。いや、今日は尾形さん調子がいいですね。はい、かい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 。どうだいこいつ。またさっきの、あ、違うか。あ、さ、これまたさっきの。ちょっと待って、嘘でしょ。あの、弱いリーチ赤だよ、保留。いや、でもね、赤保留は一応 50% と言われてますから。いや、これは行くっしょ。これはもう後輩行くっしょ。はい、行きます。うん、すごい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 。おー、エース、エース来た、エース。でもさっき M ブチさんもエースやったんね。3、3、1。エースは M ブチパターンですさあ、京 都、はい、京都こっからだよね。でも赤だからね。いや、インパクトなし。なしか。赤よ、でも 50% ぐらいあるでしょ、赤。はい、頼むよ。カモン。うっそー、これはまだまだいけるぞ我々は。なかなか仕留めきれないですね。我々北斗神拳は負けませんよ5人いますから、はい、うっそー。なんかうんとすんとも言わないですねうんともすんとも言わない。ボリュームも変化しないおとなしいです。カスタマイズしてるからかな。あ、じゃあ、あんちゃん全乗せだからね。全乗せですからね。ね、なんか起きたらもう熱いですね。はい、はい、あ、逆にね、うん。これウルトラマンシリーズって初代ってどんなんでしたっけ。初代はこれ480分の1ぐらいなんですよ。セブンじゃないですかね。セブンだ、はい、ウルトラマンセブン。500分の1ぐらいの。500分の1だったんですよね、はい。でもめちゃくちゃ連チャンしますよね、はい、あれめちゃくちゃ楽しかったですね、うん、あれ好きだったわ。鼻血出しながら打ってましたよ、ね、あれおもろいっすよねいや、でも500分の1打ってたんだ、うん、皆さん、あの、プライベートは打つんですか。あ、もう大好きですね。大好き、はい、好きな台何ですか。あの、大工のゲンさん。ゲンさん、はい、大好きですね。ディスクアップじゃないの。スロットはディスクアップね。ゲンさん最高何連しました。いや、もう全然ダメな。全然ダメなのに好きなんだ。何好きですか。あ、自分はもう海。ああ、海に戻る。戻ります僕、尾形さんの3級チャレンジのゲンさん見て、はい、プライベートでも3級チャレンジのつもりで連チャン狙ってますよ。ゲンさん好きですか。ゲンさん好きですね。ゲンさんだよね、やっぱね。ライト打ったんですよね。ライト打って。ライトの結果を教えてください。ライトは11回連続単発ですよ。いや、引き終えな打たないのがいいっすよ、ゲンさん。手強いな。6人で3、1球はもう回ってますからね。え、芸能人ってこういう時に引いてくるもんじゃないんですかね。え、芸能人って必ずこういう時に決めてくるもんですよねそう思ってます。煽ってくるね。煽るね。急に。ああ、いや、今見せますわ。じゃあ見せますわ。でも尾形さん勝負強いイメージはありますけどね。ありますよ、うん、でもダメだな。ちょっと皆さん、なんか悩みとかあるんですか。ありますね。マネージャーが名前覚えてくれないんですよ。え、マネージャーが、はい、名前覚えてくれないんですよ。1年ぐらい一緒に仕事してるんですけど。それはだから、インパクトがないんじゃないですか。
ウルトラインパクトがないですよね。そう、なんかちょっとだからキャラつけた方がいいんじゃないですか、うん、そのそれだけ芸人さんってやっぱ自分の名前覚えてもらうためにこういうインパクトやって覚えてもらうわとかあるんですか。まあだから言ったら見た目とかね、髪型、あ髪型ね、モヒカンとかにしちゃうとか、もうスキンヘッドしちゃうとかだいたい社内規則反してる気がするんですけどあやっぱダメなんだ、モヒカンダメなんですか。モヒカンいいんですか、一回やってみたらモヒカン店長めちゃくちゃ多分怒られると思うけど、あじゃあ全剃りしたらいいの、全剃りスキンヘッド、スキンヘッド怖いからな、スキンヘッド覚えてもらえますか。それで名前覚えてもらえるんだったらちょっと頑張ろうかないやでもタッパもあるしね、ちょっと怖いけどね、うんうん、そうエリアマネージャーとかなるともう店とか来ないんですか。いろんな店に行きます。あーなんかこう見に行ったり。あそうですね、だからこのみんなのこのメンバーのお店に行くんですよ。へえーうん、それ何しに行くんですか。いや飯食いに行きます。飯食いにかい仕事してください、うん、めちゃくちゃいい仕事だな最近ご飯誘ってくれないんですよ。誘ってあげてくださいよ。この2人今ダイエットしてるんですよ。あした方がいいな、うん、だからそれに手伝わないと、なるほどね。あなんかすごい議事さん、はい議事さん、議事さん、ウルトラの父、ウルトラの父だよ。父は熱いでしょ。父は熱いですね。父来た。おキーン、あキーン87パー、キーン保留熱い。一応父は熱いんだと87パー。これが芸能人だよえいや芸能人すげー、ててこれこれは熱い、すごいキーン出ちゃうんだから、こういうとこよ。どうなん、お赤赤タイトルベブスターインパクト来るっしょこれ。はいリーチは、うん、いやいや当たりますよ。だって87パーです。いや怪しいな、リーチ弱いよ。まさかその13パー引いちゃったみたいな。ちょっと待って。芸能人ですからね。芸能人ですから。言っちゃったでしょ。芸能人です。あれ。でも13パー引く方がむずいですからね。芸能人。これ言っときますけど。言っちゃいましたからね。その13パー引いたのかな。頼めよ、カモン、うっそー待って、さすが芸能人さすがだな。いやそこ13パー引かなくていいわ、さすがだ、もっとなしうっそでしょ13パー引いちゃったわ、これはね、マジか、落ち込むやつや。あ、当たった、おお、なんで、あ、当たりました、緑堀じゃなんか言えよ、ボーッとしてんじゃねえよ、緑堀っていうの言ってたんですよね、めちゃめちゃボーッとしてたら今はい、という最初の当たりはこっち金、金外してたよ、金で盛り上がってたのにもこれ外れたんだ俺、金より強い緑、ね、恥ずかしいわ、うん、これがねサンキュー、サンキューじゃないよマジか、これが我々北斗神拳のね力ですよ京都バトルチャンスと真剣バトルチャンス、京都バトルチャンスのね、はい、おし、6回転の時短で9分の1を、ね、9分の1、はい、3万9000って回るのもちょっと遠いなだから1人じゃちょっと厳しいですよね、そうですね、お2人ぐらい行けば、そうですね、リーチ、リーチ来ましたね、どう、リーチ来た、ダメ、ダメ、ダメでしたね、熱そうですか、ラストラストですね、ラストです、決めてラスト、ラストで決めます、スーパータイランド対ウルトラマンタロウですね。おお。ああ。ダメでした。最悪や。ダメか。なんかもう2ラウンドだからね、きついんですよね。誰も入んないで終わるじゃないの。これで終わったら天長寺の勝ちってことですか？
いや、もう同点でしょ。2ラウンド引いてますからね。はい、当たってますからね。まあ、私がジャッジをしますからね。エンディングで。はい、はい、ジャッジマン。なんかハニートラップか何かで僕初めて知りましたね。あ、やっぱそれなんすよね。はい、そこでしたね。ロングのあれ本当に見られたくないんだよ欲望の塊みたいな俺のね。そう、あれで面白い人だなって思って。いや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 、あれはやば。でもみんなそうなりますからね、うん、あんなもん、あんなおっぱいでかい女の子が好き好きって言ってきたらね、そうなりますよ。それはそうだよ、何にも間違ってないよ、俺は。スウェーデン食わぬわって話ですよね。そうですよ、そんなもん。あ、フラッシュですね。フラッシュですね、入賞時フラッシュ。入賞時フラッシュ。ケン・スズキも入賞の。おお、2人とも。あ、ギジさんですね。ギジさん、熱いね。護衛艇。なんだなんだなんだ、なんか言ってない、なんか言ってますね。お、赤ホール行きました。赤ホール赤来たよ。赤来たよ。はい、キミミの赤ですね。お、ヤクマのキミック、はい、完成です。いや、熱いよ。おい、ギジさん、はい、来ました。ギジさん、ギジさん、ギジ2の時に赤になった。これエアー来ましたよ、エアー。え、エア来ました。エアバグ当たりじゃん。来てます来てます。ついにもっと喜ばないと。エア来ました。ああいうやつなんですよ。クン、クン、ああいうやつなんですよ。クン来ました。本当にエア来ましたよ。髪型もあるんですよね。腹立つな。いや、もうじゃあ大当たり濃厚ですね。めちゃくちゃ嬉しいくせに、右打ち、右打ち、あんまり喜ばないみたいな。はん、あれ行かないとダメなんだよね。でもさっきあれ行かずに入ったんだ。ちょっと緑だもんな。あれ行かずに当たったのか。あれ行かずに入ったの。すごいな。お、なんだ。何これ、熱いんじゃないですか。うん、いや、これは熱いよ、多分。ちょっとなんかおかしいんだろ、これ。さあ、高橋親分もチャンスですね。ダメダメ、うん、3回目、ギジさん、もうエアー来てんだもんね。すかしてんな、あいつ。ほんとすかしてんすよ。なんか味方なのに。別にそんな、いつも当ててるわけじゃねえのに。はい、たまに当てるくせ。サンキューサンキュー、頼むよ。サンキューはね、サンキュー。入れてくださいよ、ほいで。核兵入れて、核兵。真剣に行きましょう。大事な場面ですよ、ここ。50%、50%。ここ入れないとね。ただの鈴木になっちゃうやばいよ。さあ、6回転で 9.2 分の1です。これがね、難しいんですよね。お、リーチ、おリーチ、どうだ。お？うわ、難しい。マジかよ。マジかよ。難しいな。9.2 まだあるでしょ。あと何回？あと3回です。うん。お、動いた。逆物が。どう？リッ。さあ、どうでしょう。なんか、何の音？俺ですよ。よし、来ました。俺、認証時クラッシュ。ほら、もらった。もらった、もらった。おー、ナイス。マジかよ。ナイス。これはもう、やばい。キコーラ軍団の、これ勝利でしょ、これは。これは勝った。まだね、ちょっと時間ありますから。小松さんも認証時クラッシュ来てますね。はい。これはもう、オール1500なんでね、こっち。そうですね。プラス、ポケット入賞もあるんでね、1600発くらい1回の大当たりで ね、取れますからね。 20% あるよ、これ。さあ、小笠も追いかけたいですね。はい、紫、はい、一気に紫いった、うん、はい、ギジさん、またこいつだよ。こいつなんだよ。出てくるんですよ、鼻のやつ。鼻のやつ、これも強いんだよな。トレセさんも緑ですね。行くっしょ、行くっしょ、行くよね。
いた。あ、いた。あれ。おー、エース来た。エース。終わってしまった。終わり。終わった。終わった。嘘でしょ。1回で19%の方を取っちゃったんですね。そうですね。何してんのよ。マジで。あ、でも尾形さん京都リーチですよ。ただね。はい。あれは来ないんだな。でも京都ですかね。うん。まあ。ただ。マジか。まあね、6回転の壁は超えたんですけれどもっていうところですね。そうですね。いやー、ちょっと待ってよ。さあ、残り10分ぐらいですね。5連ぐらいはさせてわ。え、 M 淵さん来てますね。来てる。はい、入場を増やしてきました。おーし、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 見たことない。20%、白白白、白です。ディズニー。おお、赤堀赤堀、しかもエースだった。キングジョー、キングジョーかい。赤 50% あり得る。 50% あるよ。ギジさん、赤堀ですね。これは開けないとダメだろう。これはもう芸能、もうなんか次回とか出てますよね。あ、次回キングジョー西、次回予告、予告、はい、熱い。これ外すやつでいいの。いやいや、あ、マネージャー、右から風が出てます。ありがとうございます。ありがとうございます。いいなぁ、いいなぁ、いいバッグいただきました。すごい、さすが。ありがとうございます。あ、来たよ、これも来た。おー、入った、出してきたよ、フラッシュ。おー、ピーフロー。おー、来た、ピーフロー。ありがとうございます。おめでとうございます。いいなぁ、ピーフロー、いいっすね。なになに、ここに来たよ。親分もチャンス、チャンス、チャンス。赤い、赤い、赤い。ああ、いや、これあるよ。あ、でも親分入賞時フラッシュ赤じゃないですか。赤だ、赤だ。おー、60%、はい、あっつ、いいよ、いいよ、いいなぁ。あてのそれも赤ですね。あ、来た。あ、赤。うわ、赤だ。色、色灼熱ですよ。おー、うわー、これは熱い。あれ、あ、でもこれスタンバイだから、これ変わらないのかな。この後、なんか置きます。ポリュー変わってんじゃないですか。おー、うん、いいなこれは。来たでしょう。さあ、M 淵店長はここからウルトラバトルチャンスですね。各辺入れますよ、各辺に。はい、お願いします。よし、張って張って。ゾフィー、ゾフィー、ゾフィーは熱いよ、これ。ゾフィー来た。あ、4つ。うわー、激アツ。いや、これはいくでしょ。これはもらったでしょ。あ、SOS ゾーンじゃん。え、お、なんか急に騒ぎ出した。みんな騒ぎ出した。ケン・スズキも SOS ゾーンです。みんな SOS やっちまう。おい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 が、よし。まあ、M 淵選手ちょっとね、仕留めたいですね。4じゃない、50、6、お、めっちゃいった。うわあ、うわあ、親分、おめでとうございます。いいなあ、サンキュー。77、ゾロ目はね、大当たり濃厚ですから。お、ちょっと、マジで、ちょっと待ってよ。ピーフラじゃん。ピーフラです、コレステロール店長、2回目の当たり。はいはい、騒がしくなってきた。これがね、熱くなってきましたね。はい、マジかよ。これがね、我々北斗神拳の力です。終盤に強い。尾形さんとアンちゃんですね、当たってないのね。あとはみんな当たってます。まだ当たってない人いるんですか。M 淵さんどうなの。残り1っすね。抜けちゃう、抜けちゃう。これ普通にこれでいきますよ、バトルチャンス。抜ける。さあ、どうでしょう。よし、こっから、こっからバトルチャンス。行くで。
そっちも。うわっ、うわっ、あ、ダメ、ダメだ、ダメなの、今止まってたけど、はい、コレステロール店長はこれで当たりね。マジかよ、コレちゃん、はい、サンキュー、サンキュー。 M 打ち店長ラスト、はい、1回転です。早いなこれ、ちょっと待って、やばいな。いや、やばいっすよ、やばいっすね。はい、M 打ち店長単発、私単発でした。はい、いや、俺もちょっともうやばいな。単発、単発です。みんな続かないな、続かない。とりあえずリーチ。さあ、これで残されたのは、高橋親分とコレステロール店長。緑か、うわー、まずい、やばい、これはまずいわ、これは嫌な予感がするな。でもここで入れる、ラストですか、ラスト、はい、やべえな、やべえなやばいっしょこれ、負けパターンのやつやなこれ、全然熱くないもんね。うん、親分も単発、うわ。さあ最後のコレステロールさんは、コレステあと残り3回転ですね。コレステさん頼むよ、最後の希望ですよ頑張ります。さあラストですか、ラストですね。入れて入れて、もうということで終了。わわ、はい、ということで皆さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。今日はね、はい、俺、まあ、金保留来たんですよ、 87%、 87%ね、ウルトラの父がこうやってわーっと当たるぞみたいな感じでドヤ顔でね、ドヤ顔で来たんですけど、はい、ということでね、私から今日の、はい、勝利チームを発表したいと思います、はいはい、勝利チームはコーラチーム、いやいや、でもね我々北斗神経の違う、でも言ってないじゃないですか、だって3万9000本、3万9000本だ、大した連中はしてないぞ最高2連、最高2連、これおかしいよ77% 出したからね、1回も当たってないですから、1回も当たってないか、今日はね、まあしょうがないかなというところで、はい、今日はね、罰ゲーム、はい、スネゲーガムテープ、もういいよということで、尾形さん、ちょっと足の方ですね、まくっていただいてですね、ちょっと待って、でもね、ビリビリこれやっぱすっきりしないと思うんですよ3万9000発出してたのに、めちゃめちゃ太いんでね俺も、はい、俺もね、心よくやりますよ、はいはい、こんなやってください、はい、これはやっぱ責任取ってほしいですわ、言ってないんだもん、言ってないんだから、そう、そりゃそうよ、そこは親分、代表してね、やっぱりそれはだから、一番偉いの誰ですか、一番偉いのいやもうじゃあもう一緒ですよ、ね、じゃあ親分も今日はわかりました、しょうがないですよ、お互いにじゃあやりましょうか、男ですかね、お互いに足のね、ちょっと一回昔ここやってるからここちょっとないけど、吉本さんはねやっぱこれぐらいですよね、いやーやったー、いや痛そうだな、長い長い長いな、ってことはやっぱ親分ね、大津さんがそんだけ行くんですからね、うん、私は素人だからね、親分ちょっとそこ短くないですか、え、親分その長さ短くないですか、俺やります、俺やりますお、長い長いな、長いな、長いな、いや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 、あの、な、いや、痛そうだな、痛そうだ、痛そうだ、いや、ひろい、裏痛そう、素人やぞ、いや、はい、ということでね、じゃあお互いの、うわ、うわ、怖いわ、これ順番に行きますか、順番に、うん、順番にね、これはね、じゃあ、私から、え、親分からやりますか、自分で行くんですね、うん、ちょっと、いや、俺引きますよ、はい、あ、痛い、痛い、もう痛いめちゃめちゃギュッてやってる、なんか子供に言われそうだな、お風呂入るとき、いきますよ、はい、
いきます。はい。せーの。やったー。あんま痛くなかった。なんでだ。まあでもごっそり抜けましたね、でもね。あ、でもまあまあ抜けてる。ごっそりいきましたね。まあまあ抜けてますよ。これもちゃんとつけないとな、はい、皮膚ごといっちゃってじゃあちゃんとつけないと、ちょっと待って、引っ張ります、ちょっと待って、ゆっくりいった方がいい、いやもう痛そう痛そう、はい、ゆっくりなしでもう一気にゆっくりはひどいわちょっと待って、あ、おっいやちゃんと払んと、これちょっと待って、ちょっと待って、毛並みに多分うわもう痛いわ、もうこれちょっと関係ない、ここ関係ないし、これでやってもう痛いわ、俺の毛はもう持ってるのよ、芸能人なんだほら、いいよちょっと待って、いいですか、いいですか、あんちゃん、あんちゃん一気、3、2、1、ちょっと待って、ちょっと待って、マジで、はい、3、2、1、痛い、ちょっと待ってほらほらもういきましたね、おかしい、俺の時粘着すごくないっすか、あめそうか、めちゃめちゃ痛そうでしたね、今のなんでだよもうはい、ということでですね、はい、まあまあ今日は当たらなかったですから、うん、まあ次回はね、これ視聴者プレゼントだから、いやいやいや、誰か落ちるって言われたらはい、ということで次回はね、しっかりと、はい、たくさん引いて、はい、いいところを見せていただきたいと思います、頑張ります、はい、あとチャンネル登録ね、ぜひ皆さんお願いします、はい、お願いします、あとですね、あの、はい、コメントとかいただいたらもう全員何でも、あの、何でも答えますんで、そうですね、はい、あの、NG ないんで、うん、もうね、書いていただければと思います、質問とかコメントいっぱいください、お願いします、はい、ということで、じゃあ次回も頑張りますんで皆さん見てください、今日はサンキュー、サンキュー。